電源設計の松尾と申します。今日こちらに見ていただいている自動車は早稲田大学が開発した小さな電気自動車です。この背中にリチウムイオンバッテリーが搭載されていまして、容量は 1.5kWh、 50V 30Ah の電池が搭載されています。でこの電池の正極材料は三井造船という会社が開発したリン酸鉄リチウムイオン電池で、安全に急速に充電することができます。で 4C という15分で充電できるシステムを持っておりまして、それは非接触の充電、昭和飛行機工業が開発したこの非接触充電システムを通してエネルギーが車の方に伝わるようになっています。普通の自動車ではこういう使い方はいたしませんけども、路面電車とか路線バスとか将来そういったところに展開できると信じております。そのための基礎実験を早稲田大学さん、それからセルメーカー、あるいは原料メーカー、そういったところが一つのテーブルについてお互いに意見を出し合って、どうしたらもっといい電池ができるか、あるいはどういう使い方が一番正しい電気自動車の使い方なのか、そういったところを皆の共同プロジェクトという形でやらせていただいてます。今回こちらに展示していますモジュールなんですけども、リン酸鉄のリチウムイオン電池がこちらにあります。そしてこちら側はバッテリーマネジメントと呼ばれるリチウムイオン電池を監視する保護回路になります。これまでいろんな保護回路がありますけれども、私どもは開発していく途上で使いやすい保護回路ということで独自に作りました。でこちらには最新の電気自動車で使われている IC を用いまして、こちらには平準化回路と呼ばれるシステムです。でここのモニターでカクセルの電圧をモニターしております。でさらにいろんな設定をすることができまして、充電の収支電圧や放電の収支電圧、あるいはセルの使用電力量などもこちらでモニターできるものを今回展示させていただいています。